この気持ちの名前は何だろう。嬉しいはずなのに歯がゆくて、テキスト越しの感謝の気持ち、本当に伝わってるか不安で、あの頃からずっと考えてた、無謀だと言われたこの計画、同じように無邪気に話してた。春風が吹く3月18日に僕らの旅立ちを決めた。でも本当はできるのか不安だったんだ。終わりの見えないトンネルに飛び込むようで寝たけど、ありがとう君の笑顔がこの場所に僕らを連れてきてくれた。繋いだ手と手は決して離れたりはしないよ。届かない想いなんてさ、きっとありはしない。ついてもいい君がいるから、不安の先に見えてきたのは、見たことのない景色、たくさんもらった頑張れって言葉、一生忘れることはないよ。僕らの想い伝えるはずの旅路が、気づけば支えられていた。何度も倒れそうになった時はいつも見えないけれど、僕らの背中を押してくれたよ。ありがとう君の笑顔がこの場所に僕らを連れてきてくれた。繋いだ手と手は決して離れたりはしないよ。届かない想いなんてさ、きっとありはしないんだ。笑われても傷ついてもいい君がいるから、心もそれが当たり前だって思ってた。やっと気がついたんだ、僕らの音楽だけは何も変わらないと。この旅路が終わっても道は続いていく。